フェスやります。ファンタジックに塗りたくれ世界合同フェスってことは遅いのか、また結果が。これあのね、前回のフェス多分第21回が前回で、今回が22回なんだけど、まあとりあえずまず投票から。これは普通に魔法使いなんだけど、普通に絶対勝つでしょ魔法使いが。だって騎士ってあの武器使うだけでしょ魔法が勝つでしょ。これ前回のやつリプレイ撮ってるやつなんだけど、投票をすらしなかったの前回が初めてで、いや投票だけはねしようと思ったんだけど、それを気づいたのが14時58分とかで、こうやってうだうだしてて投票だけはしよう投票だけはしようと思って頑張って向かってる途中に15時になって終了したっていうね。で終わりと。これマジでガチで投票すら初めてできなかった。もう目の前で締め切られるねこれ。なんか他のことでも経験がありそうな感じで。ってことで改めて魔法フェスのミステリーゾーン、なんとなく 4K スコープできた。特に理由はない。ステージもまだ把握してない。どんな、なんか意外と縦長ではなさそうで、 4K スコープが微妙な気がしてきたよ。今回のギミックは、あ、なんか塗られた。なんだこれは。雨降らせて塗ろう。スイッチで、ここもスイッチっぽいな。ってことはあっち側にもスイッチが。あー外し、あーごめん、守れなかった。やばい、そこ登れんの。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、クソゲームしてるよ。そこは塗った方がいいの、どうなの。当たってない。ちょっとクソゲームが多い。あ、スプリンクラーつら。そこ雨降らしで塗ろう。なんか塗った方が良さそう。塗るとなんか足の床の仕掛けがすごい動いてる。自分の色に塗られてんのかな。なんかだから最後の最後に塗ってたら最強みたいな。ちょ、でもこっちから来そう。こっから登った。わー一気に塗れるね。ちょっとあそこのチャージャー倒したいな。やばい、ナイス。4K スコープはなるべくしっかり構えて狙わないとね。ちょ、あそこのチャージャー倒したいけど敵が落ち着いてから。あーミスった。すごいね、最近フォートナイトやっててジャイロ感覚がぐちゃぐちゃになってる気がするジャイロゲームが多いと変な感じになりそう。あそこら辺にチャージャーいなかった。あら、ここら辺に、あ、塗るのあるよね。あれ、塗ると、あ、壁が塗られたね。塗るとこは3箇所かな。あ、あの絵も微妙に届いたわ。あと 4K スコープはね、なんか、メイン製のワップを積むと射程が、やば。射程が伸びるっぽいから、なるべく、そういうのも把握した方がいいんだろうけど。あー。やば、ちょっと待って、足元がなんか来た。もう一発？やばい、最後にやられるのはダメ。やばいやばいやばい。あーやばい。あぶね。雨降らしは投げといて。あ、やばい。別中か。やばい、最悪最悪。やばい。あぶな。一回もやられてはいないけど、真ん中が微妙な感じ。あ、よかったよかった。なんだろう、スイッチそんなのもあったなって感じ。意外ともうフェス20回もあってギミック使い尽くされたんじゃないかって思ったけど、そんなことなかったまだまだあるみたいね。
ギアはちょっと適当に開放してます。ミステリーゾーン、今度は真ん中じゃなくて両サイド側から行ってみようかな。自分はじゃあ右からと思ったら右全然ねえあ、右全然ないじゃん。もうあれ、ここにスイッチあったっけ。あ、じゃあスイッチ何、1各チームに2つずつプラス真ん中に1個か、5つあんのか。危な、怖、ああ危な、スプラッシュボームで死ぬ、ロボットボームで死ぬ、ボームが多い。こっから相手陣地に行くこともできるんだね。なんかフェスのミステリーゾーン全体的にこのリッターみたいな長射程武器は強い気がする。あ、ナイス、忘れてた全体的に開けてるよな。今通常のステージが全然開けてなくて負けるっていう、勝率が悪い届くね。メイン性のアップもさらにあったらいいんだろうね。あそこを塗ってあげよう、なるべく。あ、やばい、ここ帰れるのはでかい。あー、ごめん、真ん中は、あー、外した。真ん中は雨降らしで塗って味方の足場を整えてあげるのが良さげかも。くそ、あのシールド、どこだ。ここは邪魔だなちゃんとなんかバリアがある。ここは届くのでは。でもいないね。敵が見えないな。やばい、ここはやばい、近づきすぎた、逃げて、やば、いやー、助けて、誰か誰か助けて、誰か誰か誰か助けて、ありがとう。トラップを忘れてた。あ、やば、相打ちしてる。いや、ちょっと早かったかも、雨降らしのタイミング。これもう一回はたまんないよな、多分。あ、回転落ちした。じゃあ相手が回転落ちしたから自分攻めリッターにするわ。いや、でもここちょっと攻めらんない、さすがに。いや、ちょっと待って、どっちも攻めらんない。いや、攻めすぎるのは良くない。攻めすぎは良くない。ひぃ。攻めリッター行きます、最後。あ、ここ行けねえ。全然攻めらんなかった。しかも真ん中を取られてたっていうね。ちょっと危なくない？これ。よかったよかった。いまだにやっぱ、ガチマッチは、回線落ちとかはそんな見ないけど、縄張りとかレギュラーマッチは普通に回線落ちいるよね。ラスト竹で来ました。そして魔法使い同士が当たっている。これはまた負けの雰囲気が負けの空気を感じてきたんだけど、あのね、普通にフェスの話もちょっとすると、あの姫が前回勝ったんだよね、多分第21回かな、前回が。自分が投票を目の前でできなかった回、もうそのせいで完全に、そのせいっていうか、まあその回で完全に自分姫にも勝てないフェスの勝率。あ、やばいやばいやばい、あー、ここ登れない、嘘でしょ。ああ登らせて、危な危な、いやここ際どいな。いや最後竹だから攻めたいんだけど、上登った？そっかそっか。相手色に塗られてたか。右、どっちからが塗りやすいんだろう。いや、これをまず倒したい。どこ行った？いた。頑張れ、竹。竹。竹ね、なんかすごい弱くなってる気がするんだよね。メイン性のアップのギアが増えてから、もうそれをつけるのが当たり前の武器みたいな感じになりつつある気がする。
よいしょ。で、そう、あのね、姫とね、フェスの勝敗がいい勝負っていう底辺の争いをしてたんだけど、その姫にすら勝てない状況にまで今なってます。多分、姫が7勝ぐらいで、自分が5勝かな。累計20何回中。普通に自分がね、まあいい感じに投票率高い方が負けてる方に、まあ当ててるっちゃ当ててるのかもしんないけど、それに加えてあとレギュラーマッチね、チャージは普通に弱いと思う。やっぱりまあフェスの勝敗にはそんな関係ないと思ってるけど、いやー、やっぱガチな武器だよ。さあ最後フェスじゃない、最後竹攻めたい竹攻められるか。上にいる敵厳しい。一人で行くのはちょっと心もとない。あー結局攻めらんないんだよな。そして戻るとミサイル撃ってから攻める。最後攻めるためだけにこの武器にしてきたんだ。行くぞ竹攻めるんだ。いいしょ。インクがない。お、攻めた。ああ、最後、ちょっと待って。いや、危な。あ、これは死ぬ。ロボットオムが来てる。全然攻めらんないじゃん、結局。いやー、やっぱチャージャーで攻めるの難しいよ。リスクありすぎるよ。そう、レギュラーマッチは基本攻めゲー、この、いかに相手側荒らすかみたいなとこあるから。ね、チャージャーの縄張りは辛いってことで味方に任せました。でね、魔法同士がやってるからまた負けそうな気がするな。ってことで結果は世界放送だから遅いのかな。終わります。フェスの結果が出たよ。得票率ちょっと出すの遅くなっちゃったけど、断然魔法使いだね。ここまで多いと、いつも得票より多い方負けてるけど、珍しく勝ってるね。まあ自分がやってたチャレンジは負けてるんだけど。ってことで、久々に勝ったな。ってことで、あれだ。姫と1勝差まで追いついたわ、これ。まだいっぱい交代してるけど。そんな勝率の低いフェス終わります。